未完成の原稿を発見した、そう言ってたんです。そうですよね、カナさん。ええ、確かに。だとするならば、その小説を完成させた人物がいるはずなんですよ。誰だって言うんだよ。あなた。あなたと亡き小説家は二人三脚として作品を発表し、柴田和彦の作品についてあなた以上に精通している人はいません。